大和町暮らし危機です。電気水道ガスのない山小屋で暮らしています。電気はソーラー発電で賄ってます。これがチャージコントローラーで、ここにバッテリーがあります。で、今回は夏の暑さをしのぐために水冷マットを買いました。うちはクーラーがないのでハンモックとかを使って暑さをしのいでます。あとは水風呂かな。せやんな、うん、夜は涼しいとはいえちょっとやっぱお風呂上がりとか暑いな。暑いな、うん、まあでもこの家は、標高が 600m あるんで夜は結構涼しいです。はい、最近めっちゃ暑くって冷えにくいな夜も、うん、うん、っていうことでちょっと今回は水冷マットを買いました。これは全然電力使わないのでこんな感じで、あ、そうそう、今日はそのモバイルバッテリーで動くかもやってみたいと思います。モバイルバッテリーで動いたらすごいな、うん、キャンプで使えんな。あ、そうやね、なんかキャンプの人が使ってるのを一回見て、あ、そうなんや。そうそう、あと車中泊か、うん、はいはいはい、うん、クーラーつけるの大変やんか、ああいうの、うん、うん、USB で、うん、電源で水をただ循環させてるだけやねんけど、うーん、結構冷たいみたいで、うーん、今日はちょっとそれをやってみたいと思います。はい、すごい、その箱見せて、めっちゃ中国、水冷、なんて言うんだよ、水冷空調、なんて読む、千床どこなんて塾みたいになってる。一応これがマットになってて、これ広げようか、うん、こんな感じです、うん、裏表あるのかな、この中に水が通る、水が通るみたい。へえ。このチューブを刺すのが上で、ここ糸刺します。こんなんでいけんのかな。水漏れへんのかな。なんかすごい昭和感があるな、はい、うん、こいつはなんか昔耳鼻科にあったやつ思い出した。あ、水蒸気みたいな。うん、鼻に当てるやつ、うん、そこだけ入れ替えてな、鼻に入れるところだけ、うん、蒸気ちゃうから。でもこれは本当の水が通んねんな。そうそう、一応これで完成です。なんかこれよう分からんねんけど、うん、なんかこのフィルターみたいな、フィルター、うん、でもなんか説明書には書いてないんで。説明書読めるん？ん？ A だけ。A に載ってない。うん、まあとりあえずこれで、はい、やってみますっていうか、で電源か、うん、さっき水入れた方がいいかな。そうやんな、水いつ入れる。じゃあ水入れます。はい、では山の水を入れます。なんか水位みたいなのがどっか、とりあえず入れます。これ下に溜まんのかな。うん、あ、水溜まってきた。溜まってきた。うん、でも水位の上限どこなんやろ。あ、あったわ、ここに、ま、あー、うん、見とくわ、ほんじゃ、はい、あと、なんかとりあえず入れたら、うん、このマットの方に水が行くやん。え、もう行ってんの。いやいや、今行ってないけど。あ、びっくりした。減るらしいんやん。そうやんな、うん、またそれで継ぎ足してくれって。へえ、パンパンにすんねや、ほんじゃ全部。うん、だからとりあえず、あとまだいけるよ、うん、とりあえずこんなもんでいいの。うん、一回、うん、オンにする。オンにします。あ、その前ちょっと温度測っとこうか。うん、表面の温度測っときます。あ、31.6。はい、はい、え、そんなにあんねや、31.6。まあ部屋の温度が30度ぐらいあるから。あ、これを挿してモバイルバッテリー、はい、オンにして、で、これ電源か、うん、あ、動き出しました。復
膨らんできた？減っててんな。ちょっと減ったよな。あ、ここに水が上がってきてるもん。ほら、戻ってきてる水が、うん、ここ。あ、もう戻ってきてんの？うん。だ、循環してるわ今。なんかちょっと冷たい気する。冷たい気する。うん。水入ってるわほんで。うん。ちょっと温度測ってみる？測ってみようか。29度。あ、でも2度下がってんで。うん。明らかに冷たいわでも。あ、冷た。これいいな。あ、冷た。冷たいな。とりあえず1時間ぐらい寝てみたんですが、水がぬくくなるっていう感じもなく、ずっと冷たいままでした。冷たいっていうかなんかひんやりやな。一番初めのひんやりが続くな。続く。ほんでバッテリーも全然変わらずです、うん、すごいな。うん、あとなんか気づいてんけど、この風量3段階変えれんやんか。これによってもまあ電力の加減も違うかなって感じやねんけど。あー、そうやんな、うん、1時間ぐらい寝てても、あのぬるなってきたなっていう感じは全くなかったです。これは使えそう、うん、うん、電力がほんで全然使わへんし、すごい、うん、うん、そう、これは使えると思います。はい、で結構寝てたらこの弱い風やけど、うん、結構気持ちいい。うん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 、でも水がさ、その補充しなあかんとかじゃなくて循環するから、うん、でも減ってはいくらしいんやけど、うん、一晩まででもとはな。あ、もっとも、うん、なかなかいい買い物できました。はい、はい、では最後までご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。行こうか。行こう。私が伸びたな。こっちこっち。なら、こっちやで。すぐ伸びないな。こっち行くで。やっぱ動かな、わからへんねんな。行けやら。もう何歳だったの？13、4歳。あら。おいで。